では最後に岸田総理からご発言をお願いいたします。はい、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉を進め、福島の復興を実現するためにはアルプス処理水の処分は決して先送りできない課題です。アルプス処理水の処分については6年以上にわたる専門家による検討を踏まえ、2021年4月、安全性の確保と風評対策の徹底を前提に2年程度後をめどに海洋放出する基本方針を決定いたしました。基本方針決定以降、同方針を確実に実行するべく設置された本閣僚会議のもと、これまで政府一丸となって安全性の確保や風評対策の徹底に取り組んでまいりました。本年7月には IAEA の包括報告書が公表されました。同報告書においてはアルプス処理水の海洋放出に対する取り組みや関係する活動が国際安全基準に合致していること、人及び環境に与える放射線の影響は無視できることであることが結論付けられております。 IAEA は放出中、放出後についても継続的に安全性に関するレビューを実施することとしており、政府としても引き続きしっかりと対応していきます。また私自身、福島第一原子力発電所を訪問し、安全性の確保に万全を期すための取り組みの状況についてこの目で確かめ、直接報告を受けるとともに、私から東京電力の経営陣に対して責任と覚悟を持って長期にわたり万全の対応を取るよう指示をいたしました。基本方針決定以降、地元の方々や国際社会への丁寧な説明や情報発信にも取り組んでいます。アルプス処理水の海洋放出にかかる日本や IAEA の科学的根拠に基づいた取り組みに対し、幅広い地域の国々から理解・支持の表明が行われ、国際社会の正確な理解が確実に広がりつつあると考えています。加えて漁業者が安心して漁業を継続できるための事業継続基金を設置するとともに、風評影響が生じた場合の需要対策基金の創設、また損害が生じた場合は東京電力が適切に賠償するなど、セーフティーネット対策にも万全を期しており、アルプス処理水の海洋放出にかかる風評影響に対し責任を持って適切に対応してまいります。さらに一部に見られる輸入規制等の動きに対しては、あくまでも科学的根拠に基づき早期撤廃をするよう求めていくとともに、水産物等の国内消費の拡大、国内生産の維持、新たな輸出先のニーズに応じた加工体制の強化、新たな輸出先の開拓等の対策を講じます。昨日漁業者の方々と直接お会いをし、漁業者からは漁業者のなりわい継続に寄り添った政府の姿勢と安全性を含めた対応について、我々の理解は進んでいると考えているとの声もいただいております。引き続き漁業者との意思疎通を継続的に行っていくことが重要であり、関係者でフォローアップする場を設け、関係省庁には寄り添った対応を行ってほしいと思います。本日の閣僚会議において現時点で準備できる万全の安全確保、風評対策、なりあい継続支援策を講じることを確認し、
東京電力に対しては原子力規制委員会の認可を受けた計画に基づき速やかに海洋放出開始に向けた準備を進めるよう求め、具体的な放出時期については気象解消条件に支障がなければ8月24日を見込みます。廃炉およびアルプス処理水の放出を安全に完遂すること、またアルプス処理水の処分に伴う風評影響やなりわい継続に対する不安に対処すべく、たとえ今後数十年の長期にわたろうともアルプス処理水の処分が完了するまで政府として責任を持って取り組んでまいります。以上です。